龍之介、4番手赤いスーツが今戻った渡辺雅人、5番手青いヘルメットが鈴木貴則、6番手白のヘルメット白のスーツが鈴木太郎。最終コーナーから立ち上がってきます。さあ大越、ペースをしっかりとコントロールして今スタート。さあ1周でスタートが切られました。トップ大越、2番手に勝田龍之介がついていきました。3番手に渡辺、富下は4番手にドロップ、5番手鈴木、そして6番手が入れ替わっていきましたね。鈴木太郎が2ポジションドロップをしています。さあ1コーナーから3コーナーで大きな混乱はありません。落ち着いたスタートでした。 FP3 クラスです。大越がトップをキープしています。トップ4と5番手の間に若干の隙間ができております。5番手続きの後ろから6番手に角田雄心、これは複合のところで入りました。そしてその前でも入れ替わりがありました。富下リオナが渡辺をかわしまして3番手に浮上です。さあそして第2集団のトップはカーナンバー12番の西澤修也が、スターティンググリッドは10番手だったんですけれども現在8番手に2ポジションのアップ、その後ろに鈴木、さらに、その後ろなんですが小野をかわして上がってきたのは小林海里でしょうか。第2集団の中で入れ替わりが起きています。そしてトップ集団は隙間がなくなりましてトップ7ワンパックのような状態になってきましたね。トップは大越、春日は離れません。富下リオナは渡辺をかわして前の春日にしっかりついていきます。4番手渡辺は前からちょっと空きました。5番手角田と6番手田上がテールトゥーローズになっています。角田雄心か田上隆起かの5番手争い、2コーナー立ち上がっています。そしてその後ろにいる7番手ブルーのスーツが鈴木貴則ということになっております。少し離れまして第2集団は8番手からの争い、西澤の後ろに鈴木がついて小林、小野という4台、その後ろに単独で走っている12番手カーナンバー27番白いヘルメットは高島康太、さらにその後ろなんですけれども4台ということになっていますね。米林が上がってきたでしょうか。オープニング3周終了。さあここでパステストをマークしたのは春日龍之介、前の大越とのタイムギャップをコンマ38と縮めてきています。トップ3が完全に後ろを離しました。4番手の渡辺は前の3台の上がり幅にはちょっとついていけず、ラップタイム的にもコンマ3ぐらい落ちたところにいまして、後ろの田上そして角田につけられているような状況です。そして第2集団だった8番手の西澤がペースいい感じで上がってきていて、これはひょっとしたらトップ集団に追いつくかなという感じにもなってきております。これで4周終了、5周目です。トップ大越単独になれるか、春日の後ろ、あそして1台スローホームストレートだ。今コントロールラインを通過していきます小林海里だ。なんとスタートダッシュよく追い上げて